皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志で分続きやっていきたいと思います。ではね、こっちの舞台からまず片付けないといけない。はい、捕らえろ。あー、捕らえない。だいぶ苦戦してるね。キョトさんもやられかけてますもんね。何なりと攻撃せお呼びで。ハハハハハ、では厳しいな。承知。クリーン捉えました。けどけい、
いやいやいや、かなりラッキーでしたね。さんどこまで来てんの？ああ、まだ反応こうか。まあ、再びね、長宿さんが来てくれてるんで、あとはね、噂さん、主制度を落としていけば、また。
まれ。ん、レンちゃんだ。おお、五感中老女ね。あ、そうですね、宝徳さんもう一個あげとこうか。そこあれがないんだ。まあこんなもんかね。はい。カボトさんを捕らえたいんだけどね。なんなりと。
何なりと。ああダメだね、ユミが承知当てれないから。はっ承知。ないんですね。チフサーブという感じですよね。は承知。はい、で、巡察やって、あ、訓練はいけるのね。レベル3の農場が2つ残ってくれたのは大きかったな。
もうちょっと政治できる人かな思ってたんですけど、まあまあ中途半端ですね。あ、嫉妬さんやられた。はい、ではね、ちょうどターン回ってきましたので、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。